ロバート・ダニエル・レフ・スナイダー。1991年3月26日イ、は、大韓民国ソウル特別市出身のプロ野球選手。うと右みち。MLB のミネソタツインズ所属。韓国系アメリカ人。愛称はレフ。1991年3月26日に、大韓民国のソウル特別市で生まれたが、3ヶ月後に、養子縁組で、 アメリカ合衆国カリフォルニア州に住む夫婦の養子となった。ラグナヒルズ高等学校時代は野球のほかバスケットボールやアメリカンフットボールも経験。野球ではパシフィックコーストリーグの MVP を獲得し2007年のアメリカユース代表に選出された。アメリカンフットボールではクォーターバックとして活躍しパシフィックコーストリーグの MVP を獲得。 パシフィック12カンファレンス加盟の大学に勧誘されるほどの実力だった。様々なスポーツで活躍したため、パシフィックコーストリーグのアスリート・オブ・ザ・ヤーに選ばれた。アリゾナ大学進学後の2010年は2類のほか3類種、左翼種として57試合に出場。打率はチーム3位の344を記録。2011年は主に3類種として60試合に、 出場。長打率はパシフィック12カンファレンス3位となる498を記録した。2012年の MLB ドラフト5巡目でニューヨークヤンキースから指名され7月6日に契約。契約後、参カの A 級チャールストンリバードックスでプロデビュー。46試合に出場して打率241、4本類打、22打点、11盗塁を記録した。 2013年は A 級チャールストンで13試合に出場後、4月18日に A 級短波ヤンキースへ昇格。A 級短波では117試合に出場して打率。283、6本塁打、51打点、16盗塁を記録した。オフの11月25日にヤンキース参加所属のオールスターチームに2塁手として選出された。2014年はまず AA、Q トレントン・サンダーでプレーし、60試合に出場して、打率、342、6本塁打、30打点、5盗塁と活躍した。6月10日に、トリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリレールライダースへ昇格した。トリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリでは77試合に出場して、打率、308本塁打、33打点、4盗塁を記録した。 オフの12月8日には、ヤンキースのトッププロスペクト6位に選ばれ、12月17日に、ヤンキース参加所属のオールスターチームに2類種として2年連続で選出された。2015年は、トリプル A 級、スクラントンウィルクスバリーでは81試合に出場して、打率。297本類打、37打点、10盗塁を記録した後、7月11日に、 ヤンキースとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のボストンレッドソックス戦で9番2塁手で先発起用されメジャーデビュー。この日は3打数無安打に終わった。翌日のレッドソックス戦では7回表にトミー・レインからメジャー初安打を記録すると9回表にアレクシー・オガンドから2点本塁打を放った。しかしその後2試合は無安打が続き。 7月19日にトリプル A 級スクラントンウィルクスバリー降格した。登録枠が拡大した9月1日に最小格した。この年メジャーでは16試合に出場して打率。302、日本類打5打点、2盗塁、オプス0.859という好成績を残した。また2類の守備は DRS はマイナスながら15試合の出場で無失策だった。 2016年はユーティリティとして起用され58試合に出場。バッティング面では打率250、12打点に盗塁という成績をマークした。守備面では最も多くで守ったのが一塁手の25試合で成績は3失策、守備率983、DRS-2 という内容だった。ついで23試合で守った右翼手では 無失策で DRS プラス4というハイレベルな数字を記録。他には2塁種を8試合、左翼種を5試合、3塁種を1試合で守った。2017年7月19日に DF となった。2017年7月23日にライアン・マク・ブルームとのトレードでトロント・ブルージェイズへ移籍した。7月30日のロサンゼルス・エンゼルス戦で移籍後初出場を果たした。 この年は2球団合計で52試合に出場して、打率、174投類を記録した。タンパベイレーズ時代2017年11月20日に、ウェーバー工事を経て、クリーブランド・インディアンスへ移籍したが、翌2018年のスプリングトレーニング中の3月27日に、金銭トレードでタンパベイレーズへ移籍した。6月19日に、ディフェとなり、22日に、 マイナー契約で参加の AAA 級ダーラムブルズへ配属された。オフの11月2日に FA となった。2018年11月23日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕後は参加の AAA 級リノエーシズで1試合に出場した。 2019年4月7日に後日発表選手とのトレードで新シ品シキレッツへ移籍した。移籍後は参加のトリプル A 級ルイビルバッツへ配属され、移籍前を含めた2球団合計で88試合に出場して打率。312、10本類打、46打点を記録した。8月26日に自由契約となった。 2019年12月5日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年7月23日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。8月24日に DF となり、27日にマイナー契約となった。レギュラーシーズン終了後の10月14日に FA となった。 2020年オフにミネソタツインズとマイナー契約を結び、2021年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2021年5月15日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。二類種が本職だが、一類種、三類種、右翼種、左翼種もこなす。ありがとうございます。